動画をご視聴いただきありがとうございます。高瀬俊介です。今回のテーマはあの人が今まさに考えている決断とはというテーマで、お相手の方がですね、あなたに対してやあなたとの関係に対する決断ですね、まあそれは一体どういったものをね、今まさに考えていらっしゃるのかというのをですね、リーディングを通じて見ていきたいと思います。はい、今回も3択リーディングでやっていこうと思うんですが、まずはこちらのティン社の音色で始まりの合図としていきたいと思います。ティン社の音色にはですね、この場を清める効果に加えて気持ちを落ち着ける効果もあると言われていますので、ぜひね、皆様もお聞きいただければというふうに思います。はい、それではですね、本日も始めてまいります。よろしくお願いいたします。はい、ではですね、早速始めてまいりますが、選択肢ですね、左から A、B、C とさせていただいております。それぞれのカードについてお伝えしていくと、まず A のカードです。 A はこちらのドルフィン、イルカのスピリットのカードになっております。カードが持つメッセージについては選択肢の動画の中でお届けしていきたいと思います。はい、こちらが A になります。続きまして B のカードです。 B はこちらのハミングバード、ハチドリのカードになっております。はい、こちらが B になります。はい、そして最後 C のカードです。 C はこちらのですね、ホース、馬のカードになっております。はい、こちらが C になります。はい、何か気になるものをお選びいただければと思います。はい、それではカードをお選びいただく時間10秒ほど問いたいと思いますので、直感でカードをお選びください。それではどうぞ。はい、カードをお選びいただけましたでしょうか。それでは各動画のタイムテーブルについては、この動画の下の概要欄に詳細を記しておりますので、そちらをご確認いただけますと幸いです。はい、それでは本日もよろしくお願いいたします。はい、それではですね、まずはじめにこちらのドルフィンですね、イルカのカード、もしくはですね A をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですが、あの人が今まさに考えている決断とはというテーマでね、まあお相手の方があなたに対してやあなたとのね、今後の関係について、どんなね、決断をしようとしていらっしゃるのかっていうのをですね、見ていきたいと思います。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方のあなたに対するお気持ちと、お相手の方のまあ状況ですね、まあこれは何かこう周辺状況であって、まあ異性関係とかですね、そういったところを見ていきながらですね、お相手の方があなたに対して今まさに、考えている決断というのが何なのかというのを見ていきます。そしてその決断によってお二人の関係というものがどう変化していくのかというところまで見ていきたいと思います。はい、ではですね、まずはお相手の方のあなたに対するお気持ちと、まあ、お相手の方の、まあ周辺状況と言いましょうかね、異性関係なども見ていきたいと思います。そしてね、今まさに考えていらっしゃる決断が何かというところもですね、見ていこうと思います。はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、上のカードからお伝えしていきますと、こちらがお相手の方のあなたに対するお気持ちです。で、こちらがお相手の方の状況、まあ、異性関係なども含めた状況を表すカードです。で、下のカードが今まさにね、お相手の方が考えていらっしゃる、決断が何かということを表していますので、早速ですね、カードをオープンしていきたいと思います。うん。真上から眺めているというカード。おー、なるほど。うん。はい、では、うん。
うん。見ていきたいと思いますけれども、まずね、うん。異性関係はないかなと思います。うん。まあちょっとこう心配していらっしゃった方もね、いるかもしれないですが、異性絡み、恋愛絡みのことはないかなと思います。で、あなたに対するお気持ちっていうのはあるんだけれども、まだなんかこう近づけないでいるっていうのがあって、うん、それにはまあ休息っていうのも絡んでるようなんですが、ちょっとね、見ていきたいと思います。はい、ではね、まず上のカードから見ていきましょう。お相手の方のお気持ちという部分から見ていきますけれども、まずですね、ここになりますけれども、3、太陽というカードが正位置で出ました。まあ、太陽というのはね、まあ、想像していただくとわかるとおり、明るかったりですね、まあ、すごいポジティブなものであったりだとか、前向きとかですね、まあ、あとは元気よさとかですね、活気、エネルギーの象徴でもあります通り、あなたに対しては前向きな感情を向けていらっしゃるということですね。抱いていらっしゃるということで、まあ好意的な感情であったりだとか、まあこれからも仲良くしていきたいなとかね、それこそ恋愛っていうものに発展していきたいなとかですね、まあすでに恋愛関係になっていらっしゃるんだったらば、これからも続けていくとか、先に進んでいくとかね、なんかこう後退する、まあ後ろ向きなね、気持ちではなく、前向きな感情は抱いていらっしゃるということなんですね。ただもう一つ出たカードが、こちらになっていて、View from Above っていうカードで、これね、真上から眺めるっていうカードで、で、この気球に乗っている人が今回お相手の方で、その目線の先にある、なんかこう、なんて言うんでしょうかね、この、まあ、場所があなたのいるところなんだけれども、今はまだちょっとこうね、近づくことができなくて、まあ、真上からちょっとこう眺めているというようなね、状況で、本当はまあ近づきたいんだけども、近づけない事情があったりするのかなと。そこには何かこう、休息が絡むっていうことが関係しているんだと思うんですけれども、ちょっとね、まだ本当は近づいて、もっともっとね、あなたとの関係っていうのを活気づけていきたい、ね、盛り上げていきたいっていう風には思っていらっしゃると思うんですけれども、まだちょっとね、こう上から眺めているぐらいしかできない、それぐらいの距離感で向き合うしかできないっていう風には、まあ、思っていらっしゃる部分はあるのかなと思います。で、それがじゃあ異性絡み、なんかこう恋愛関係によってあなたには近づけないのかっていうと、そういうわけではないかなと思うんですね。今回出た結果を見るに。なので、ちょっとお伝えしていくんですが、こちらのカード、ファインディングサンクチュアリーというカードで、まあ、聖域を見つけるっていうカードになるんですけれども、この、なんかこう、聖域というかね、自分だけしか行ってほしくない。もう誰にも立ち入られたくない。なんか聖域みたいな中にこう閉じこもっているっていうカードなんですね。だから、まあそういったこう閉じこもって誰もこうね、入れないでいるっていうような、まあこう接触を図らないようにしているっていうことなので、まあこのカード、オープニングトゥユアスピリチュアルソースということで、まあスピリチュアルな根源と根源に、まあ心を開いている。だからまあ、なんていうんでしょうか、ね、自分と向き合うとか、まあそういったことをしていらっしゃるわけなんですね。誰かと向き合うとか、誰かと接触するとか、交流を深めるとかではなく、自分だけがいる聖域で過ごしているっていうことなので、あなた以外の人との何かこう交流を図ろうっていうことは、まあやっぱりしていらっしゃらないと思うんですね。なので、これが出ていたので、まあその異性絡みであったり、恋愛関係とかですね。まあそういったものは、ないのかなとは思います。で、ですね、次にこちらのカードですね。はい、このカード、力っていうカードが逆位置になりました。力っていうのはですね、まあ正位置の時だと、まあセルフコントロール、自分をね、ちゃんとコントロールすることができて、まあどんな状況も、しのぐことができるっていうね、カードになったり、まあ感情とか欲望とかですね、そういったものをうまくね、操ることができているっていうカードになるんですけれども、操るっていうのは自分のものですね。で、これ逆位置になると、実力不足っていうことを表すカードになるんですね。実力不足を感じるっていうことで、今、なんかこう、まあ自分に、例えば、まあ、あなた以外の人を振り向かせる力はないとかね。まあ、別にその、あなた以外の人を振り向かせようと思っているわけではないんだけれども、それぐらいなんかこう自分に実力不足っていうのを感じていらっしゃるからこそ、聖域に閉じこもっているんだと思うんですね。し、その聖域からおそらくあなたを眺めているんだと思います。ちょっとこう、後景は違いますけどね。聖域からあなたを眺めている。自分だけが入れるような場所であなたのことを、まあ何でしょうかね、思いをね、馳せているということであったり、まああなたのことを思い出していたりね、もしかしたら、まああなたの何かこう SNS をチェックしているとかね、なんかそういうことをしていらっしゃるのかもしれないですけれども、だから特にね、他の人がいるっていうわけではないのかなとは思います。
で、次ですね、手前側のカードを見ていきます。お相手の方のあなたに、対するですね、まあ、今まさにこう考えている決断っていうことですね、を表すカードです。まずですね、まあこちらのカードから見ていくんですが、休息と若返りっていうカードがまず出ました。これがね、今なんかこう聖域から、あなたを眺めているっていうことにつながっているのかなと。まあ休息はまあ休んでいるっていうことですね。で、若返りっていうのはまあ言えば、まあ浄化とかね、リフレッシュみたいなことになってくるわけなんですけれども、うん。だから、その、だいぶね、まあ疲労とか、ストレスとか、ね、悩みとか、そういったものがちょっと蓄積していたんだと思うんですね。苛立ちとか。うん。だから、ちょっとそれを今取り除くっていうことをしていらっしゃる。自分だけの聖域に入ってね。うん。なんかこう、回復スポットみたいなのがあるんでしょうね。お相手の方にとっての癒しスポットと言いましょうか。うん。ここにいれば、すごくこうね、なんかこう自分が回復できるみたいなところで、こうね、落ち着いて今自分を回復させていらっしゃるわけで、これは、ね、回復させるってことはエネルギーをチャージするわけですね。で、エネルギーをチャージするってことは、またその次にエネルギーを使うことがあるから、エネルギーをチャージしてるわけですね。じゃあ、その次のエネルギーを使うことっていうのが何かっていうと、あなたとの関係に対する決断なわけですね。じゃあ、どういう決断を下すのかっていうことで、こちら見ていくんですが、カップのページっていうカードが出ました。このカードの意味の中に、曖昧な状況をはっきりさせるっていうね、カードであったり、まあ、ね、悩んできたことに結論を下すっていうカードになるんですね。すなわち、あなた様との関係をはっきりさせるという決断をしようとしていらっしゃるわけですね。ということは、今まではっきりしていなかったってことは、どこかね、それが、まあ、楽な選択肢だったのかもしれません。お相手の方にとってね。けれども、それをね、はっきりさせるってことは、楽じゃなくなるって言うとちょっとあれですけれども、それだけ、まあ、エネルギーも使っていかなくちゃいけないわけだから、今そのエネルギーを蓄えているということですね。でも、それだけあなたに対してはっきりさせたいっていうことは、まあ、誠実に向き合っていた証拠でもあるということなので、あなたとの関係を曖昧なものからはっきりさせるっていうようなんですね。まあそういった、まあいわば結論を下すという決断をですね、今しようとしていらっしゃるっていうことですね。うん。で、このカード、コミュニティっていうカード、まあ、共同体っていうカードですけれども、いわば、あなたと共同体、コミュニティを築くというですね、決断を下そうとしていらっしゃるわけですね。これは、まあ、いわばカップルになるっていうのも一つのコミュニティなわけですね。二人ですけれども、そこに構成されているのはね。まあ、もしかしたらそこに、どちらかにお子さんとかいたら、まあ、それで、まあ、コミュニティっていうことになったりもしますけれども、うん、まあ、あとは、まあ、恋人っていうね、すでに、まあ、カップルというコミュニティができているんだったらば、次は、例えば家族になるというコミュニティですね。家族というコミュニティになっていくとかですね。そういうコミュニティになるっていうことを、まあ、なんでしょうかね、こう、まあ、決定づける決断というかね。うん、それをしようと考えていらっしゃるのかなというのが出ておりました。はい、ではですね、次に、まあ、お相手の方のこの決断によってお二人の今後がどうなっていくのかということですね。そちらを見ていきましょう。はい、ではですね、見ていきたいと思いますが、お相手の方の決断によってお二人の今後はどうなっていくのかということで、はい、ではこちらのカードが出ましたが、まずこちらから見ていきましょう。シェアというカードが出ました。共有するということですね。もしかしたら今までお二人の関係というのは、例えばあなた様だけが一方的に自分の思いとか自分の本音とか気持ちっていうのをお相手の方に伝えているだけで、お相手の方はなかなかこう自分の気持ちを見せてくれなかったり、あなたに明かしてくれないというところがあったのかもしれません。だけれども、それがまあ均等になるというかね、お相手の方もあなたに対して自分の思いであったり気持ちをシェアしてくれるように、だからお互いにお互いの気持ちが分かるようになっていくっていうことですね。もちろん今までその、なんて言うんでしょうかね、言葉とか以外の部分ではね、行動とかで、ですね、
まあ、愛情とかね、気持ちっていうのを示してくれていたのかもしれないけれども、それがどこか思わせぶりなのか本気なのかっていうのが分からなかったのかもしれないですけども、それがちゃんと分かるような形でね、お相手の方がですね、あなたに対して気持ちをシェアしてくれるっていうことですね。まあ、共有してくれるようになるっていうことを、表すカードになっています。だからそういった意味では、まあ、その心の距離っていうのも、ですね、この決断によって、もっともっとね、近づいていくのかなというふうに思います。そしてね、こちらのカード、エンスーズィアズムっていうカードですね。これ、熱意っていうカードで、お互いの熱が、まあ、やっぱりこう、また1段階も2段階も上がっていくということですね。今の時点でも、あなた様の、その、お相手の方との関係に対する熱量というのはね、まあ、高い水準なのかもしれないですが、それがもっと上がるということですね。それはやっぱりお相手の方が気持ちを見せてくれることによって熱意がまた上がっていくし、お相手の方も決断することによってあなたとの恋に対する熱がまた上がっていくということなので、お互いのその熱意っていうのがこう高まっていくような関係だから、まあすごく情熱的な関係というところにもなっていったりもするのかなとは思います。あとはバーズオブフェザーというカードですね。まあ、鳥たちの羽ということですけども、鳥たちがこう集っている、集まっているような姿がある通り、二人の関係に人が集まるようになってくるわけですね。ということは、それだけお二人の関係というのが認められるような関係になったりだとか、何かこう、今までは人にね、公表できなかったような関係性だったかもしれないけれども、それがまあ正式なね、関係性となって、周りの人が認めてくれるようになったりだとか、最初はね、批判していた人が、まあ、擁護してくれるようになったりだとかね、まあ今お伝えしたような以外の例でも、何かこうね、周りの人たちにもこう、支えられるようなですね、まあそういった関係になっていく。もちろん、全員が全員ね、味方っていうのは難しい。かもしれませんけれども、なんかこうあなたとお相手の方の関係をね、まあ応援してくれとか支援してくれとかサポートしてくれるとかね、見守ってくれる人がまあ少しずつやっぱこう増えてくるようなね、そういった未来っていうところもあったりするのかなと思いますので、まあやっぱりこう大きなね進展っていうのをまあお相手の方がね今こう考えていらっしゃる決断によってね迎えていくことになるんじゃないかなというふうに思います。はい、そしてですね、最後こちらのカードであなたへのアドバイスです。ドルフィン、ですね、イルカのスピリットのカードですが、このカードはですね、This and That are True というカードで、まああれもこれも真実ですということなんですけれども、イルカというのは二面性を持っている生き物でして、海の生き物かつ哺乳類であるっていうね、どっちもまあ正しいわけですね。その通り、お相手の、このカードが伝えてくれているのは、物事には、まあ、二つの側面があると。で、どっちも受け入れていく必要があるということですね。こういう視点で見れば、この出来事はいいけれども、こういう視点で見たらちょっと悪いなっていうようなことがあったりすると思うんですね。あるいは、お相手の方を見ても、いいところも見えれば悪いところも見えてきたみたいなね。でも、どっちも真実だし、どっちもね、受け入れられるかどうかっていうのが、まあ、いわば、本当の愛であるよっていうことを伝えてくれているカードですので、なんかこう、一つのね、側面だけしか見ないっていうことになると、どこかでやっぱこう、行き詰まってしまうっていうところがあるんだけども、ちゃんとね、二面性を捉えていくっていうことですね。それで、その二面性を見て、ですね、どっちも自分は、まあ、こう、受け入れられるなとかですね、理解してあげられるなっていうところで、なんかこうね、あなた様自身も重要な決断とか決定を下すときには考える材料としてね、捉えていくというのがいいのかなというふうには思いますので、まあそういったね、二面性をちゃんと見るっていうことを意識していくと、良い方向にね、関係を進んでいくんじゃないかなと思いますし、まああなた様としても、なんかこうね、ちょっと失敗してしまったみたいなことも防げるんじゃないかなとは思います。はい、ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は暑い時に食べたくなるのはですね、まあ、暑いものあったかいものか冷たいものかということで、こちらね、ご提供いただいたお題になります。ご提供ありがとうございます。そうですね、皆さんどうでしょうか。暑い時に食べたくなるものなんですけれども、まあ、基本的にやっぱり私は冷たいもの派なんですけれども、まあ、たまにね暑いもの食べたくなりますけれども、やっぱり冷たいものがね食べたいですかね。まあ私自身ね、筋トレするようになってからすごくなんかこう体重が良くなってしまってね、暑がりになっちゃったので、余計にこう冷たいものをね好むようになってしまったんですが、あまり食べ過ぎはね良くないので気をつけているんですけれども、皆さんとしてはね、この暑い
夏、まあこれからね、もっと本格化していくとは思うんですけれども、食べたくなるものはどちらでしょうか。よかったらですね、コメント欄で、教えていただけると嬉しいです。まあどっちか、かつ、あと何が食べたくなるとかもね、書いていただけると嬉しいです。はい。ということで、A をね、お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、まああとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。その他、現在ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり、復縁に関することなどもね、発信しておりますので、よかったらこちらも概要欄に詳細記しているので、チェックしていただいてですね、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい。それではですね、次にこちらのハミングバードですね、もしくは B をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですが、あの人が今まさにですね、考えている決断とはということで、まあ、お相手の方がね、あなたに対して、あなたとの関係に対して考えている決断、これがね、どういったものなのかっていうのを見ていきます。はい。それに際しまして、まずはですね、お相手の方のあなた様に対するお気持ちと、お相手の方の状況ということなんですけれども、まあ、これはね、まあ、異性関係とか恋愛状況というところをね、見ていきたいと思います。そしてですね、お相手の方が今まさに考えていらっしゃる決断がどういったものなのかということと、その決断によってお二人の関係は今後どうなっていくのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。ではですね、まずはじめに、ですが、お相手の方のあなた様に対するお気持ちと、まあ、その状況ですね、恋愛状況、異性状況、まあ、異性関係ですね、であったり、まあ、今まさにね、考えていらっしゃる決断がどういったものなのかっていうのを見ていきたいと思います。はい。ではね、見ていきましょう。上のカードですけれども、こちらがあなた様への気持ちを表しているカード、こちらがお相手の方の状況ということで、まあ恋愛状況であったりだとか、まあ異性関係とかをね、表すカードです。で、こちらがお相手の方が今まさにね、考えていらっしゃる、ですね、あなたに対して、であったり、まあ二人の関係に対する決断です。はい。ではね、早速見ていきましょう。ワイズリーダー、リーダーですね。うん。うん。カップのキング。ああ、なるほど。うん。はい、では、見ていくんですが、あのね、恋愛という側面においては、あなた様が本命なのかなと思うんですね。うん、じゃあ本命じゃない人がいるのかっていうと、あのね、まあ、これに関してはなんかすごい停滞している関係性の方がいて、で、なんていうかな、その、もうその人に対しては恋愛感情ではなく、責任感とか情でね、繋がっている人がいるみたいなカードがあるんですね。うん。で、もう停滞してるから、まあ、あなたとしては、じゃあその人との関係終わらせてよとかね、けじめつけてよっていうことを、思って、
って、まあ、それをきっかけにね、なんか2人が衝突しているっていうことももしかしたらあるのかもしれないですが、うん、ただあなた様としても、まあ、あなた様に対するお気持ちで本命っていうのがやっぱり出ているので、うん、まあ、ちょっとその何でしょうかね、難航しているのかなと思うんですね、あなた様以外のところの関係が。うん、なのでね、ちょっとお伝えしていきたいと思います。まずは上のカードです。お相手の方のお気持ちと、まあ、状況ということになるんですけれども、まずですね、こちらのカードから見ていくんですが、ワイズリーダーっていうね、まあ、賢明なリーダーっていうカードが出ております。うん、まあこれの通りね、お相手の方が、まあ、リーダーというかね、まあ、リーダーとしてなんかこうね、道をこう示しているっていうのがあって、例えばあなたとの関係においては、まあ、こうしていく、こうなっていくというね、なんかこう先を示している人がお相手の方なんじゃないかなと、お二人の関係の中でね、うん、とか、お相手の方の決定とか決断によって二人の関係が、まあこう、こういう風になるか、こういう風になるのかっていうのが決まる、まあそのなんて言うんでしょうかね、決定権を持っているっていうね、人なんじゃないかなと思うんですね。で、自分の決定が今後の二人のね、関係を左右するっていう風なことは、まあ分かっているからこそ、まあ懸命にね、まあなんかこう安易な決断を下すんじゃなくて、ちゃんとね、あなたとの関係を先のことまで考えた上での適切な決断であったりだとか、適切なタイミングで、まあその判断とか決断をしていこうっていう風には思っているんだけれども、どうしてもそのね、決断っていうのが考えすぎてしまっているがゆえに、ちょっとこう遅かったり先延ばしになってしまっているのかもしれなくて、でこのカードが出たと思うんですね。ワンドの5っていうカードは、これはですね、まあ、信用問題をまあ元にした人間関係の対立、衝突っていうことを表すカードになります。だから信用問題がまあちょっとこうね、揺らいできたことによって対立が起こるってことですね。お互いを信じれていた時には対立とか衝突はなかったんだけど、ちょっと信じれなくなってきた時に対立が起こるっていうことで、まあそのね、お相手の方が先々のことも考えてるからこそ、よーく考えて決断しようとしてるんだけど、それが遅かったり、まあね、当初のなんかこう約束の時期を過ぎてしまっていて、あなた様がお相手の方のことを信用してあげられなくなってきたりだとか、逆にその信用されていないなっていうことを感じて、お相手の方もちょっとね、こう感情的にあなたになってしまったりということで、まあちょっとこの対立っていうのがもしかしてあったのかもしれないですが、ただ依然としてね、このちゃんとこうね、賢明なリーダーとしての判断ですね、決断というのをしていこうという気持ちは、うん、変わっていないのかなと思うんですが、じゃあなぜね、そこまでよーく考えるのかっていうと、ここが原因だと思うんですね。そのお相手の方の状況ということで、まあ、恋愛状況であったり、異性関係というところなんですけれども、うん、まずこのカードですね、フォッチーンっていうカードになっているんですけれども、うん、フォグイン、フォジーンですね。まあ、霧に巻かれるっていうカードになるんですけれども、ゴースロー、テイクタイムっていうことで、もうね、こう、めちゃくちゃ、まあ、スローというか、まあ、こう、なんて言うんでしょうかね、もう、ほとんど停滞しているみたいなね、うん、カードになります。だから、あなた様以外に、その、例えば異性とか、異性って言うとちょっとあれですけれども、まあ、関係はあるのかなと思うんですが、もうそっちの関係も止まっている、停滞しているわけですよ。こっから、なんかすごく急加速するっていうことは、ちょっとこう、考えにくい。うん、ような人が、まあ、いるのかなと思うんですが、だからこの人と繋がっている理由っていうのが、ここなんですね。カップのキングっていうカードで、まあ、これはね、責任感が強いっていうことを表したり、まあ、面倒見のいい人っていうことを表すカードで、いわば最初にもちょっとお伝えしましたけれども、その人と関係をなぜ続けているのかっていうと、もはや恋愛感情とかではなく、情とか責任感だけで繋がっているだけなんですね。ね、だから、まあ、関係を切ることもできるんだけども、切ろうとすると、なんかこう、情が湧いてしまったり、なんか責任感を感じてしまっていて、なかなか切れないでいる。からこそ、この人との関係もどうしようかなっていうことを考えながら、あなたとの関係においても適切な判断っていうのをしていこうとなると、いろいろ考えることが多すぎて、ちょっとこう、決断に時間がかかってしまっていて、信用問題の衝突みたいなところが発生していたのかなということですね。ただ、その、やっぱりその、あなた様のですね、うん。との関係において、まあ、どんなね、決断っていうものを、ですね、
考えていらっしゃるのかっていうことを見ていくんですが、うん、まずはここですね、マンホールディングハートっていうカードでハートを持つ男性ということになるわけなんですが、まあこれね、お相手の方が男性であれ女性であれね、お相手の方だとして見ていただきたいんですけれども、お相手の方がハートを持っているということは、ちゃんとあなたに、まあ愛の誓いっていうことであったり、本命であるっていうことを示したり、あなたとの関係を選び取るっていうことをするっていうことですね。うん。で、あなたの愛を自分は選びます。この先もあなたとの関係だけを選びますっていうようなことを示すですね。それがこのハートを持っている姿になるわけなんですが、その決断をしようと考えていらっしゃるわけですね。プラス、まあこちらのカードですね。ペンタクルの4っていうカードも、まあ安定安心をまあ求めるっていうことであったりだとか、新しいパートナーシップっていうことを表すカードになっている通り、うん。だから、まあ、あなたと、まあ、新しいパートナーシップ。まあ、ここにね、もしかしたら、まあ、もしかしたらもう停滞してはいるけれども、パートナーシップが あるのかもしれないですが、まあ、そのパートナーシップではなく、あなたと新しくパートナーシップを結んでいくっていう決断であったりだとか、あなたとの関係を、まあ、安定、安心させるっていうことは、まあ、やっぱりこっちの関係があると、あなたとしても安心できないわけですよね。だから、それもちゃんとけじめをつけて、あなたとの関係に進むというような決断ですね。それをしていこうとお考えでいらっしゃる。ということですね。大天使メタトロンというカードになりますけれども、まあ思い、ビジョンの明確化。だから目指している方向を変えていないっていうことであったり、目指しているものに近づくっていうカードになります。うん。だから目指していたものとしては、やっぱりあなた様との関係を目指していたわけで、それに実際にこう一歩踏み出すっていうことですね。うん。一歩踏み出して、こう本格的にスタートさせていく。っていうような、決断というのを、まあ、考えていらっしゃるわけですね。だからそれも、まあ、あとはもう本当にこうタイミングであったりだとか、状況の変化で、ですね、決断に踏み切るかどうかっていうのを今考えていらっしゃるようなね、もう決断するっていうことは決まっていると思うんですけども、あとはそのどのタイミングでやるかっていうところを、考えていらっしゃるのかなとは思います。うん。ではですね、次にお相手の方。のですね、その決断によってお二人の関係は今後どうなっていくのかっていうのを見ていきましょう。はい、ではね、見ていきます。お相手の方の決断によってお二人の今後はどうなっていくのかということです。またここでもリーダーシップっていうのが出ましたけれども、うん。はい、ではね、ちょっとお伝えしていくんですが、まずここから見ていきましょうかね。リーダーシップっていうカード、やっぱこうリーダーっていうのがね、なんかキーワードとして今回出ているのかなと思うんですけれども、リーダーシップっていうのは、まあリーダーとしてのなんかこう才能を発揮するっていうのはもちろんそうなんだけれども、なんかこう率先して自発的に動くっていうカードでもあるんですね。で、これが出たっていうことは、今までお二人の関係においてはどこかあなたの方がまあいろいろちょっとこう主体的に動いていたりして、お相手の方はどちらかというとちょっとその受け身だったのかなと。あなたが言うから会おうということであったり、あなたが連絡してきたから連絡を返すとかね、なんかそういうちょっとこう受け身な姿勢、だったのかなと思うんですけれども、それが例えばお相手の方の方から会いたいから会おうよっていう連絡が来るようになったり、あなたのことを誘うようになるみたいなね。なんかそういう、まあちょっと一例ですけれども、そういった、まあ率先して動くっていうことが見られるようになってくるんじゃないかなと思います。そこにはやっぱりこう覚悟であったり、決意によってあなたのことを選んだからこそ、自分からもう動くっていうことを、されるようにね、なっていくんじゃないかなと思います。で、あとはあなた様がですね、その未来に向けて撒いた種っていうのが実り出してくるっていうカードも出ていて、それ
がこちらのカードになります、ベアリングフルートっていうカードで、まあ、努力の結実っていうカードになりますけれども、まあ、努力が実を結ぶっていうことですね、未来の、まあ、大きな成果に向けて頑張っていた過去からね頑張っていた努力っていうものがようやく実るですね、まあ、いわば収穫を迎える時期が訪れますよということですね、うん、それによって大きな、まあ、成果であったり収穫を迎えられるっていうことなんですが、このカードの数字が12っていうところが描かれている通り、何かこう12という数字を迎えた時にすごく大きな収穫を迎えられるのかなと思います。例えば何かからの12ヶ月後ということであったり、まあ今年の12月っていうこともありかもしれませんけれども、そうね、まあもしかしたらこう12ヶ月間かけてあなた様が蒔いた種っていうのが実るっていうことだったのかもしれないので、その12というタイミングで大きな収穫を迎えるようになっていくのかなと。それこそあなた様が今描いている理想に大きくこう近づいていくみたいなね、うん、そういった変化も訪れるようです。はい、あとはですね、うん、こちらのカードも見ていきますが、ペッツっていうカードですね、まあ、ペットっていうことなんですけれども、このカードのメッセージは You Love and Understand Animals っていうカードで、まあ、いわばですね、あなたのことを愛するだけじゃなくて理解してくれるようにもなるっていうことなんですね。お相手の方が今までは愛するとか、まあ、なんだろうかな、まあ、愛してくれているなっていうのはあったんだけれども、どこかでこう自分を理解してくれているなっていうところには欠けていたのかもしれません。あなたの思いであったり、あなたの気持ちっていうところまでを理解するっていうことに関しては、まだそこまではしてくれていなかったのかもしれません。お相手の方ね。だけれども、これからにおいては、その愛というものだけじゃなくて、理解っていうところもしてくれるようになる。っていうことなんですね。そういった何でしょうかね、まあ、うん、些細ではあるのかもしれないけれども、やっぱりあなたにとってすごく大きなこともですね、まあ、お相手の方が、まあ、それこそ先ほどのリーダーシップっていうのがありました通り、自らこう理解しようとしてくれる、あなたがなんかこうね1から10まで言わなくても、なんかこういう時にはこう考えているんだろうなとかね、なんかこう理解に努めるようなね、行動とかもこう見られるようにはなっていくんじゃないかなということで、まあ、そういったね決断による変化っていうのが起こるという結果が出ておりました。うん、で、最後ですね、あなた様に対するアドバイスということで、ハミングバードのスピリットですね。まあ、これは、ハチドリのスピリットになりますけれども、このカードのメッセージは、Be here now ということで、今はそこに留まっていなさいっていうカードになります。今ね、その、あなた様がいる場所から離れたり、何かこう動き出そうとするというよりか、今はまだ待っていた方が、その場所に留まって待っていた方がいいよと。待っていた方がこの花の蜜を吸えるっていうことだから、まあ甘い蜜を吸えるって言ってね、ちょっと表現良くないかもしれないですが、今は動き出すタイミングではないと。その場に留まって、いた方がいいタイミングだと。うん、だからお相手の方が今ねあなた様に対して決断をしてくれようとしているから、その決断をやっぱ待っていた方がいいわけですね。あなた様が動いて決断を促すっていうようなことは、まあちょっとこう考えにくかったり、むしろそれをしてしまうことで決断をしてくれなくなったりもするのかなと思いますので、今その場に留まっていた方があなた様にとってもね、いいよというカードも出ておりましたので、これもね参考にしていただけたらなというふうに思います。はい、ということで、リーディングは以上となるんですが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は暑い時はね、まあ暑い食べ物か、まあ飲み物とかでもいいんですけれども、もしくは冷たいものかということでね、皆さんはねどちらがお好きでしょうか、というか食べたくなりますでしょうかっていうね、お題をご提供いただきました、ご提供ありがとうございます。うん、まあそうですね、まあ私としてはやっぱりまあ暑がりなねところがありますので、どちらかというとやっぱり冷たいものをね好んでしまう傾向があって、まあアイスとかもねやっぱこうついつい食べちゃう時もあるんですけれども、うん、皆さんはですね、暑い時に食べたくなるのはどちらでしょうか。ね、やっぱ私たちはちょっと筋トレを始めてからね、ちょっと代謝が良くなってですね、すごい暑がりになったので冷たいものを選びがちなんですけれども、皆さんもね、どちらが食べたくなるか。で、かつね、まあ熱いものだったら、例えばこれ、まあキムチ鍋とかね、冷たいものだったら、スイカバーとかね、何かそういったね、ものも書いて教えていただけると嬉しいです。コメント欄でね、教えていただけると嬉しいです。はい。ということで、B をね、お選びいただいた方お疲れ様でした。今回の動画が少しでも役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、まああとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。まあそういった方に向けて、現在
個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄をご覧いただけますと幸いです。はい。その他、現在ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり、復縁に関することなども発信しているので、よかったらですね、こちらも概要欄に詳細記しているので、チェックしていただいてですね、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。それでは今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。はい、それではですね、最後にこちらのホース、馬のカードですね、もしくは C をお選びいただいた方のカードをリーディングしていきます。今回のテーマなんですが、あの人が今まさに考えている決断とはというテーマで、まあ、お相手の方がね、今まさにあなたに対して、あなたとの関係に対して考えていらっしゃる決断がどういったものかっていうのを見ていきます。はい、それに際しまして、まずはですね、お相手の方のですね、あなたに対するお気持ちと、そしてですね、お相手の方の状況ということなんですけれども、これは恋愛状況であったり異性関係などをね見ていきます。そしてあなた様に対して今まさに考えている関係が何かということと、その決断によってですね、考えているか決断ですね、決断と決断によってお二人の関係が今後どうなっていくのかっていうのを見ていきます。はい、ではですね、まずはじめに、お相手の方のあなた様に対するお気持ち、その状況ですね、異性関係であったり恋愛状況、そしてね、今まさに考えていらっしゃる決断がどういったものなのかというところからね見ていきましょう。はい、ではね、見ていきましょう。上のカードからですが、こちらがお相手の方のあなた様に対するお気持ち、そしてこちらがお相手の方の状況ということで、恋愛状況であったりだとか、まあ、異性関係をね、表すカード、そして下のカードがですね、お相手の方が今まさに考えていらっしゃる決断を表しています。では、早速見ていきましょう。なるほど。インパスっていうカード。うん。はい、では、下のカードですね、忘れていました。はい、うん。あ、なるほどですね。うん。実現したい願望というのがあるので、お相手の方としては、まだね、あなた様との恋で叶えられていないものがあって、それを叶えたいっていう思いがあるようです。うん。なるほどですね。うん、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 うん。はい、見ていくんですけれども、まずね、うん、まあ、その先ほど叶えたいものがあるっていうことに加えて、異性関係、恋愛状況ということに関してなんですが、あなた様以外の、まあ、なんていうんでしょうかね、その恋愛対象をですね、まあ、好きな人、気になる人、まあ、お付き合いをしている人などですね、これはね、いらっしゃらないと思うんですが、なんかね、まあ、あなた様との関係によって、ですね、なんか、あのね、何なんだろうかな、これは、信用、後ほどね、お伝えしていくんですが、信用問題っていうのが出ているんですね。だから、もしかしたらちょっとこう、誤解を招いてしまったりだとか、信用問題にちょっとこう影響が出ていて、それをね、なんかこう、取り戻すというか、なんかこう、誤解を晴らすというか解いて、またちょっと周りの人たちと、まあ、調和が取れるようになっていきたいなっていうふう
に、まあ、思っていらっしゃるというのがあるので、うん、ちょっとこのあたりね、それぞれのカードを見ながらお伝えしていきたいと思います。はい。ではですね、まずですね、お相手の方のあなた様に対するお気持ちっていうことなんですが、まずここですね、見ていきます。インパスで、これ、袋小路っていうカードなんですけれども、リフレクト&リダイレクト、いわエナジーということで、まあ、エネルギーの、まあ、向け方であったり、向ける方向をちょっとこう考えているっていうことなんですね。だから、あなた様との恋に対して、ね、こう、本気になる時期と、ちょっとこうね、力を緩める時期っていうのを、ちゃんと考えなくちゃいけないなっていうふうに思っていらっしゃる。ね、あなた様との恋だけに集中していると、それによって周りとのね、ちょっとこう、調和が取れなくなってしまったりだとか、いろんなところでちょっとこうね、うまくいかないことが発生してしまうから、その周りとのね、こう、バランスであったり、いつね、こう、ギアを上げるかっていうのを、ちょっとこう、考えなくちゃいけないなっていうふうに思っていらっしゃるっていうのがあるんですね。で、プラスして、こちらのカードになるんですけれども、うん。このカードですね、ソードの2っていうカードで、これ二者択一っていうね、意味のカードでもあって、二つの選択肢の間で揺れ動いているっていうね、意味の、ですね、カードでもあり、中立的な立場っていうカードでもあるんですね。ここ二本の剣がありますけども、その二本の剣の間に立っているっていうことが中立的な立場ということで、もちろんあなた様との恋と、もしかしてその周りの人たちとの、まあなんかこう、板挟みっていうわけじゃないですけども、その中立的な立場も取らなくちゃいけないわけですね。もちろんあなた様との恋を進めていくなら、あなた様との関係も親密にしていく必要はあるんだけれども、それだけではお相手の方の例えば立場が危うくなってしまったり、何かしていらっしゃることがなんかこう存続できなくなってしまうから、周りの人ともね、ちゃんとこう調和を取っていかなくちゃいけない。その中間地点にいるからこそ、あなた様とそのね、周りの人たちへのこのパワー、エネルギーのね、向け方っていうのをちゃんと考えていかなくちゃいけないなっていうふうに思っていらっしゃるわけなんですね。で、この状況というところを見ていくんですが、そのあなた様以外に、例えば恋愛対象であったり、まあお付き合いしている人って、これはいないと思うんですが、まずこちらのカードから見ていくんですけども、ソードの7っていうカードが逆位置になりました。これね、逆位置になると、信用の回復、信頼の回復っていうカードになるんですね。ということは、あなた様とのね、恋に、まあ恋とか関係にエネルギーを傾けすぎたことにより、ちょっとこう周りの人からの信頼っていうのがちょっとこう損なわれてしまったり、なんかこう信用問題になんかこうぐらつきが出てしまったのかなと。うん、だからこそ、周りの人とね、こう、調和っていうのを取らないと、自分の立場が危うくなる通り、今はね、なんかこう、周りの人からのこの信頼回復っていうところにも努めたい。まあ、努めていらっしゃると思うんですね。うん。それによって、レインボーブレッシングスっていうカードは、虹の祝福っていうカードになるんですけども、ね、ブレッシングス、シャワリングユアライフっていうカードで、まあ、自分のその生活に、まあ、祝福が注がれるようになる。っていうことですね。うん。だから、周りの人からの信頼っていうのを回復することによって、あなた様との関係も祝福されるようになる。けれども、その信頼っていうのを回復しないと、お相手の方の立場が危うくなってしまうだけじゃなくて、二人の関係を批判する、いわば敵となるような人も増えてしまうから、今はその周りの人たちとのこの信頼回復っていうところに努めていらっしゃる。っていうのがあるのかなと思うので、だからその信頼回復っていうことをどちらかというと今は優先していらっしゃるのかもしれなくて、それによってね、あなた様との時間っていうのがもしかしたら犠牲になってしまっているのかもしれません。それによってね、あなた様は、その自分以外にね、その気になる人がいるんじゃないかとかね、もう好きな人ができたんじゃないかっていうふうにね、こう思ってしまうところあると思うんですが、それはね、なくて、うん、ちゃんとこの二人の関係を長く成り立たせていくために必要な信頼っていうものを今、回復させようとしていらっしゃるだけなのかなと思うんですね。その信頼っていうのがうまくね、回復させてくれば、ここでね、考えていらっしゃる決断っていうのをしていこうとお考えなのかなと思うんですが、ちょっと見ていくんですけれども、うん。まずここですね、見ていきますが、方丈の角というカードが出ました。方丈の角というのは、実現した願望ということで、これはまあちょっと冒頭でお話しした通り、まあ何か叶えたいものがあるわけですね。お相手の方、あなたとの関係において、うん、それを実際に実現するという決断を下そうと思っている。このカードの数字は11という数字が描かれていますので、何かこう11という数字を迎えるときには決断ができたらいいなっていうふうにお考えのようです。例えば、ですね、まあ、
今年の11月っていうことであったり、2人にとっての11ヶ月目に入るときとかですね、あとは11回目の会うときにとかですね、何かこう11というね、まあ今お伝えして以外でもね、11のタイミングっていうのはあると思いますので、まあそのタイミングに何かこう決断ができたらいいなっていうふうに思っていらっしゃる。で、それがどういった決断なのかっていうとこちらになっていると思うんですが、ペンタクルの10というカードになります。で、このカードといたしましては、ですね、まあ、繁栄とか安定ということをね、まあ、表すカードであったり、満ち足りた関係というね、関係、環境ということを表すカードにもある通り、あなた様と、まあ、お相手の方、両者が満たされるような関係になるっていうことを決断したいって思っていらっしゃるわけですね。どっちか、一人の方だけが満たされるような関係ではなく、お互いが満たされるような関係になるっていうことを表していたりだとか、まあ、あとはこれね、家庭的っていうことを表すカードでもありますので、まあ、例えば家庭を築くっていう決断っていうのも、視野には入れていらっしゃるんじゃないかなと思います。そしてね、こちらのカードですけれども、エンジェルオブバランス、バランスの天使っていうカードで、まあちょっとこう崩れかかっているバランスを整えるっていうことですね。その、あなた様と周りとのバランスというのがちょっとこう傾いてしまっていたのをこう整えた時に、まあうまく整えることができたら、この決断に踏み切るっていうふうにお相手の方は考えていらっしゃるというですね。まあそういった結果が出ておりました。ではですね、まあこの決断によってお二人のね、今後はどうなっていくのかっていうところをですね、見ていきましょう。はい、ではね、見ていきたいと思いますが、お相手の方の決断によってお二人の今後はどうなっていくのかということで、アドベンチャー、なるほど。はい、ではね、見ていくんですが、決断によってじゃあね、一気になんかこう進んでいくのかっていうと、最初はまあ小さな一歩になってくるのかもしれないですが、まずここが出ました、ワンステップアタータイムというカードで、一度に一歩ずつっていうことなんですが、決断をしてくれることによってですね、少しずつね、まあ今までちょっとこう長く止まっていたような関係であったとしても、それは進み出していくようになるっていうことですね。だからこの進み出すということに喜びを感じないと、その先がなくなってしまうということでもありますので、たとえその進んでいる速度が遅かったとしても、今まで止まっていたよりはまあマシなわけなので、進んでいることに喜びを感じていかれた方がいいと思います。そうすればだん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 速度は上がってくると思いますので、止まっていた関係というのがやっぱりこう前に進み出すっていうのが、訪れるようです。はい、あとはね、その進むっていうのも今まで通りの、まあ今までね、こう進んでいた範囲の中をこう進むんじゃなくて、そこを超えていくっていうようなね、カードが出ていて、アドベンチャーっていうカードですね。これが冒険っていうカードになりますけれども、冒険というのはその未知の領域ですね。今まで到達したことのない、まあ境地にもこうね、歩みを進めていくっていうことでもありますから、今までこうなんかこう達しなかった関係にも達することができるっていうことですね。例えば友達以上恋人未満という関係の中での再構築までは今まで行ったけども、恋人という関係にはなっていないのでは、その恋人という関係になっていくみたいなね。その今までのこのなんかこう、自己ベストっていうところをまあ超えていった、まあそのね、新しい関係性にもなっていくっていうですね。まあそれが冒険の始まりっていうことでもありますから、そういうですね、今まで慣れなかった関係に発展していくということですね。それが出ております。で、あとはですね、このザ・オラクルズ・ギフトっていうカードで、まあ神様からの贈り物っていうことで、これはね、二人の関係を二人がね、関係を続けてきたことによって、神様がようやくね、その新しい関係になれるっていうことをこうプレゼントしてくれるわけですね。だから、今もしかしたらね、そのお相手の方との関係を諦めようとしていたり、自ら辞めようとしている方もいるかもしれません。ね。けれども、それは辞めない方がいいと思います。辞めずに続けていったあなたにだけ神様が贈り物を送ってくれる。っていうカードが出ているので、もちろんね、まあこれはまああなた様のその、とはいえね、
ちょっとこう精神的に限界があるとか、ちょっともうさすがに苦しいですっていうのであれば、もちろんそこはね、自分の判断とかを、まあもちろん大事にしてはいただきたいところはあるんですけれども、まあただこのカードが出ているっていうことからも、まあ続けていったものだけには、神様からの贈り物があるよっていうカードが出ていますので、まあこれもね、ちょっと参考にしていただけたらなと思います。はい。そしてね、最後こちらのカードでもあなたへのアドバイスです。ホースですね、馬のスピリットのカードですけれども、Freedom is yours っていうカードで、自由はあなたのものですっていうカードになるんですね。すなわち、あなたにも平等に自由が与えられているんです。お相手の方だけに自由が与えられているっていう感覚で今いらっしゃる方もいるかもしれません。お相手の方は自分自由に好き勝手できているけども、私は、俺はっていうところもあるかもしれないんですが、あなたにも平等に自由は与えられているわけなので、その自由をもっと楽しんでいった方がいい。っていうことなんですね。自分には自由がないって思ってるかもしれないですが、それは自分で制限をかけてしまっているだけで、見方とか考え方を変えれば、あなたにも自由があるわけなので、その自由をもっと謳歌していった方がいい。ね。その続けていくことによって贈り物があるっていうことがありますけれども、これからもね、その続けていくためには、やっぱモチベーションとかもね、大事になってくるわけですね。そのモチベーション維持のためにも、ですね、あなた様自身がその自分にね、与えられている自由っていうのを、いかに享受していくか、楽しめていけるかっていうことですね。うん。そこがすごく大事だっていうことで、まあ今回ね、このカードが出てきているのかなと思いますので、まあこれもね、参考にしていただければ幸いです。はい。はい、ということでね、リーディングは以上となりますが、最後こちらについてお話ししていきます。今回は暑い時に食べたくなるのは、熱いものですか冷たいものですかというね、お題をご提供いただきました。ご提供ありがとうございます。そうですね、まあ私としてはまあ食べたくなるものはですね、やっぱ冷たいものかなということで、まあちょっと筋トレをねし始めてからですね、代謝が良くなってですね、かなり暑がりになってしまったというところがあって、余計にね、あの冷たいものを好んでしまうようになってしまったわけなんですが、もちろんね、熱いものも食べたくなるときはあります。まあ例えばキムチ鍋とかね、なんか辛いものはまあ必ずしも暑いとは限らないですけども、なんかそういう暑いものも食べたくなるときあるんですが、基本的にはやっぱり冷たいものをですね、食べたくなる派なんですけれども、皆さんはね、どちらでしょうか。まあ暑いもの、冷たいものね、それぞれあると思うんですけれども、暑いものだったらまあこれですとかね、キムチ鍋ですとかね、冷たいものだったらスイカバーです、パピコですみたいなね、なんかそういうものがあったらですね、ぜひコメント欄で教えていただけると嬉しいです。はい。ということでね、こちらCをね、お選びいただいた方、お疲れ様でした。今回の動画が少しでもお役に立てれば幸いです。はい。また今回の動画は全体に向けたリーディングとなっておりましたが、何か特定の方とのお悩みであったり、あとはね、なかなか人には相談しにくいこととかもあると思います。そういった方に向けて、現在個人鑑定を行っておりますので、興味のある方は動画の下の概要欄ご覧いただけますと幸いです。はい。その他ですね、現在、ツイッターも始めておりまして、ツイッターでは男性心理であったり、復縁に関することなどもですね、発信しているので、よかったらですね、こちらも概要欄に詳細記しておりますので、チェックしていただいてですね、フォローもしていただけると嬉しいです。はい。はい。それでは、今回ですね、最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。